表編。私は毎日スカイプで友人4人で会議通話をしています。A は共通の女友達に片思いをしており、おおらかで優しいやつ。B は大学生の割にとてもしっかりしており、何かと心配をしてくれる。C は霊感のある女性で、B に気があるらしく、幽体離脱して B の家に遊びに行ってるらしい。A の家は去年あたりから次々に男性が亡くなっており、祖父、父親が他界し、弟さんまでもが謎の高熱で1ヶ月入院していた。私は見えたりはしないものの、なんとなく悪いものやいいものがなんとなくわかり、A からとても悪いものを感じていた。つい最近になり、B と C と仲良くなり、夜は4人でスカイプで話をする機会が増えた。A は弟さんが退院し1ヶ月が経過、好きな女性には振られたものの精神的に安定しているようにみんな感じていたが、おおらかだった A が他人の行動に対し、気に食わない、偽善者、死ねばいいのに、などと口に出すようになった。それから B が優しい口調で A に問いかけた。A 君は何が不満なんだ？君に対して誰も迷惑をかけてないし、君のために何かしたわけじゃないだろう。すると、普段の優しい A の口調ではなくなり、みんな死ねばいいんだ。胸くそあり。死んでしまえ。と言った。私は A が以前好きな子に振られた時に、失恋の痛みっていうのは筋肉痛みたいに忘れた頃にやってくる。などと言っていたので、今になって落ち込んでしまったのかと思い、B と一緒にずっと励ましの言葉をかけていましたが、A はずっと、殺す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 、とつぶやくばかりで、これは普通の状態ではないということに気がつきました。それまで C がずっと黙っていたので寝てしまったのかと思っていたのですが、唇を切ったかのように、出ていけ！ A 君の体から出ていけ！と叫びました。すると、ピタリと A は黙り込み、寝息が聞こえてきました。使っていらっしゃる方ならわかると思うのですが、スカイプは、話している人のアイコンの縁が赤く点滅するようになっていると思うのですが、C の声は A のアイコンに反応していました。すると C の声は相変わらず A のアイコンに反応しており、A 君の家に飛ばしてみたけど、すごいのがいる。腐った血の塊みたいなのが人の形をしてて、赤黒くってすっごい匂い。C が嘔吐した瞬間、C のアイコンの縁が点滅し、彼女は自宅に帰ってきた様子でした。次の日、A はツイッターでも普通にみんなに挨拶したりしていましたが、私も C もそれは A に取り付いている何かがそうさせているのだと察し、それを聞いた B が A に寺に行くことを勧めています。しかし、行くと言って外出してもコンビニに寄っただけで帰ってきたり、仕事に行ってそのまま帰ってきたりしています。C 曰く、彼の家についている何かがそうさせているようです。そして、A の弟さんを入院させたのはフェイクで、本当に狙っているのは A で、彼の家の男性ばかりを狙っていると C は考えているそうです。ちなみに C は B の着ている服や本名などを全部言い当てたり、私がどのような体勢で抱き枕を使って寝ているかなどを言い当ててくるような方です。
泥棒退治。我が家は関西の地方都市に両親と姉と4人家族で住んでいました。その時住んでいた家の台所が用水路というよりドブ川に面しているのですが、家と用水路の間には人が一人通るのがやっとの隙間があって、近所の子供たちが抜け道で通る以外は家族もめったに使わなかったです。僕が小学校5年生の時、父親が出張で帰ってこなくて、その夜は家族3人で過ごすことになっていました。このこと自体は特に珍しいことではなく、いつも通り母親が夕飯の準備をしていたところ、キャーという叫び声が台所からしてきました。なんだろうと思って台所に駆けつけると、台所の窓から前の路地を見かけない男性が通り過ぎるのを見たとのことです。その頃近くで空き巣が出たりと物騒でしたので、母親がそのことを父親に電話で相談すると、父親が僕に電話を代われとのことでした。僕が電話に出ると、お前はもう大人で男なんだから今日は1階に一人で寝なさいとのことでした。いつも家族全員2階で寝ています。僕は結構ビビリなんですが、ちょうど第二次成長期で体はますます大きくなり、力もどんどんついていくのが日に日に感じられる時代でしたので、まさか人の気配があれば泥棒も入ってこないだろうと思い、一人台所の横の居間に布団を敷いて、とりあえず野球用の金属バットを枕元に置き、電気をつけたまま布団に入りました。気がつけば寝てしまっていて、次に目が覚めた瞬間、台所で人の気配がします。しまった、泥棒だ。しかし電気がついてるのになんで入ってくるねんと思いながらも、台所に目を向けると中年の帽子をかぶった男性がこちらを見ています。しかしその次の瞬間ですが、男の体がスッと動いて、顔が私の目の前15センチくらいのところにある。しかもその時は顔があることはわかるのですが、体がなかったように思います。泥棒ちゃうかってお化けやったんかと心の中で叫びましたが、脳みそがキューッと締め付けられる感じで何もできません。またその次の瞬間、男はにやりと笑って後ろを向いて背中向けに私の体の中に入ってくる。ちょっと説明が難しいのですが、漫画とかで幽体離脱っていうのを見たことがあるのですが、それが逆に入ってきた感じです。その瞬間私は気を失って、気がつけば次の朝でした。目を覚ますと父親と母親が電話で話していて、母親が何もなかったようだけど気をつけるみたいなことを言っていました。私は数日は夢か本当か全くわからず、家族にも話せず混乱してしまいました。夢にしてはあまりにも現実的すぎて、明らかに現実に起きたことだという確信があったのですが、自分で理解不能なものは忘れるという性質があるので、しばらく経つと日常の生活に戻っていきました。後日談になるのかわからないのですが、その後定期的、年に 1、2 回ほど、その男と思われる人が夢に出てきます。いつも同じシチュエーションで、真っ暗なところにその男の人が立っているのですが、ただそれだけで、話すこともなく顔を確認することもなく、しばらくその景色を見るだけです。この夢も20歳を過ぎ、鋭利な感性も失われた大人になるに従って見ることもなくなりました。当時のことを思い出すと、まだ脳みそがキューッという感じがします。
エラーの原因。前の職場で個人的に怖かった体験。当時、リサイクル工場で働いていたんだけど、やることは単純で、簡単に説明すると、ゴミを回収してきて、それを可燃、不燃、瓶、アルミ、スチール、ペットボトル、発泡スチロールと分別して、それぞれを出荷するという、誰にでもできそうな仕事をしてた。でもヘタレな俺は3年で辞めてしまったわけなんだけど、辞める2日前に怖い体験をした。いつものようにゴミの入った袋を手で破いて中身を確認してから機械の中にぶち込んでた。この機械っていうのは中に刃のついたスクリューがあって、それが回転して、さらにゴミ袋をズタズタに破いてくれる便利な機械なのね。でも石や鉄を入れると刃が折れちゃうから、機械にぶち込む前に毎回中身を確認してるわけです。たまにお宝っぽいものが入ってたりしてたから、ワクワクしながら袋を確認してた。で、大量のゴミ袋の中に一つだけ真っ黒な袋があったから、期待に胸を膨らませながら開けてみたんだ。でもその袋、何重にも黒いゴミ袋を重ねてるせいか、破っても破っても中身にたどり着けなかった。外から触ってもふわふわした感触しかなかったんで、めんどくさいからそのまま機械の中にぶち込んだんだけど、作業終了時刻前に突然機械がエラーになって稼働が停止した。とりあえずエラーを解除して、時間も遅かったんで、先にバイトを帰宅させた。俺は、前日仕分けたアルミを出荷しに行って、工場に帰ってきた頃には18時30分、外はもう真っ暗になってた。上司も先に本社に戻っていて、工場内は俺一人だけ。物音や足音を立てるだけで、すごい響くほどの静けさ。エラーの原因を調べるため、機械の蓋を開け、懐中電灯片手に中を調べてみた。真っ暗な中スクリューを懐中電灯で照らしてみると、何やら黒い糸がスクリューの中心軸に絡みついていた。この時は何が絡みついていたかわからんかったが、俺は無数に絡みつく何かを無性に素手で引きちぎっていった。時計を見ると、時刻はすでに20時30分になっていたんで、本社が21時で閉まるので、とりあえず機械内部を水道水で洗浄して、機械が正常に稼働するか確認してみた。いつも通り正常に動いていたので、しばらく稼働させて先に戸締まりをした。ふとベルトコンベヤの方を見てみると、先ほどスクリューの軸に絡みついていた黒い糸が、大量に流れてきていた。自分の目を疑った。それは糸ではなく人の髪の毛だった。絡みついた髪の毛を時間を忘れ無性に素手でブチブチと引きちぎってた自分自身が怖くてたまらなかった。急いで稼働を停止させ電気を消し工場を後にした。本社で上司に話してみたが、どうせ美容院とかの髪の毛だろ、と軽く流された。次の日工場の鍵を開け、スクリューの機械の下を見てみると、赤褐色の水たまりができていた。スクリューの機械内部は錆びていて、水で流すと錆も混じって赤褐色の水が流れてくるが、俺にはどうしてもそれが、血の混じった水に見えて仕方なかった。ちなみにこの日は俺の退職の日で、スクリューによって押しつぶされた瓶の破片が右目に刺さり、視力が 1.5 あったのが 1.0 に落ちた。まあ、ゴーグルしてなかった俺が悪いわけですが、ね。